うまく筋肉が作られないということになってしまいます。まずプロテインなんですけれども、なぜ必要なのかといいますと、普通の人にとってタンパク質というのは体重1キロあたり、まあ、1グラムぐらい取れば十分です。だから体重、まあ、60キロぐらいの人でしたら1日60グラムぐらい取れば十分なんですけれども、トレーニングしている人はちょっとそれでは足りないんですね。体重1キロあたり2グラム以上は最低でも必要になってきます。まあ、ですので体重、60キロの人でしたら1日120グラムぐらいプロテインが必要になるんですけれども、だいたい食事で取れるのはせいぜい80グラム90グラム、頑張って肉とか食べて1日やっと100グラムぐらい、まあ、ですから食事ではどうしても、十分なタンパク質取れないんですね。ですからそれを補うという意味でもプロテインが必要になっております。補うというだけではなくて、プロテインそのものにも、メリットがありまして、食事とかですと結構余計な脂肪とかも入っていて、カロリーを、まあ、別に取ってしまうということになってしまいます。タンパク質を取りたいのに実は脂肪を取っていたみたいなことにも、なりかねないんですね。というわけで、タンパク質のみで取れるプロテインが、効果的になってくるということです。あともう一つプロテインのメリットとしましては、消化吸収がいい。例えば1日 120g のタンパク質を取ろうとするとかなりの量の食事をしていかないといけないんですけれども、そうするともう胃腸への負担も、かなりのものになってしまいます。でもプロテインというのは、まあ普通に粉を水に溶かすだけですから、ドリンクですね、ドリンクですのでもう全然胃腸への負担もかかりません。胃腸の負担がかからないということの他に、あと消化吸収の速さというのは非常に大事です。消化吸収が速いのがなぜ大事かといいますと、ここではホメオスタシスという言葉が、関係してきます。人間の体の中ですと、例えば体温とか血糖値とか血圧とか、だいたい一定の範囲内に、収まってるんですね。だいたい一定の状態に、体の状態を抑えることを、ホメオスタシス、恒常性の維持と言います。で、筋肉が増える時なんかもそれと同じでですね、血液中のアミノ酸の濃度が一気に増えると、そのホメオスタシスを変えることができます。つまり普通の状態ですと血液中のアミノ酸の濃度あんまり変わらない、それはホメオスタシスの、範囲内です。肉とか高菜とかを食べても、ゆっくり吸収されて、ゆっくり、レベルが上がってまたゆっくり下がっていくという感じですから、ホメオスタシスの範囲内で血中アミノ酸の濃度が推移していくわけです。まあ、でもプロテインですと消化吸収が早い分、通常のレベルを超えて血中アミノ酸濃度が急激に増加する。この時に筋肉のタンパク質が合成されやすくなるということです。まあ、つまり消化吸収が早いことによって体のホメオスタシスを打ち破って、そして筋肉を作っていくということも、プロテイン、ベネットの一つとなります。じゃあ、次にどんなプロテインがいいかなんですけれども、ここではまずホエイプロテインですね。それが、筋肉作るためにはベストだと思われます。なぜかと言いますと、ホエイプロテインにはですね、ロイシンというアミノ酸が多く入っています。アミノ酸にはいろんな種類があるんですけれども、特にこのロイシンというアミノ酸は筋肉のタンパク質を合成するシグナルを送ってくれます。筋肉にタンパク質を合成しろというようなシグナルを送って、そして残りのプロテインが筋肉を作っていくという流れになるんですけれども、シグナルを送るロイシンがホエイプロテイン非常に多いです。他の、例えば大豆プロテインとかビーフプロテインとかいろんなプロテインあるんですけれども、特にホエイがロイシンの量では一番ということで、筋肉を増やすためにはホエイプロテインがベストだと思われます。他にも、プロテインメリットはありまして、ホエイプロテインの場合ですね、免疫を高めてくれるような物質も含まれています。ラクトフェリンだとかベータラクトグロブリンだとか、そういったものが入っていてですね、免疫を高めてくれる作用がありますので、そういった意味でもホエイプロテイン非常にメリットが高いと思われます。ホエイプロテインの中でも WPC ホエイプロテインコンセントレート、まあ、それはですね、だいたい 100% 中 70% ぐらいが、ホエイプロテインです。で、ホエイプロテインアイソレート WPI というのもありまして、それはですね、100% のうち 85% から 90% ぐらいホエイプロテインになっています。まあ、アイソレートですから、それだけまあ抽出されているというわけですね。まあ、ですから、ポイントとしましては、トレーニングの1時間前ぐらいに WPC あるいは WPI を飲む、そしてトレーニングが終わってからも
WBC、WPI を飲む。そして、まあ1時間か、まあ90分ぐらいして、胃の中からプロテインが消えたところで食事をするという感じでいくと、常に血中アミノ酸濃度は高く保てると思います。どうしても、プロテインというとですね、なんというか普通の人にとっては薬っぽいイメージがあるんでしょうね。トレーニングしてるっていうと、プロテインやってもみたいな感じになってしまって、特別なものを飲んでるような感じがするんですけれども、プロテインって結局はタンパク質に過ぎないんですね。肉とか魚とか卵に含まれるものですので、例えばプロテインが体に悪いってなると、タンパク質をいっぱい含んでいる肉とか魚とか卵とかも体に悪いんじゃないかということになるわけです。で、実際にですね、例えばビタミンとかはドカンとワンボトル飲むようなことも可能なんですけれども、プロテインは例えば 100g 一気に飲むっていうようなこともあんまりできないですよね。ですので過剰な摂取ということもそんなにはないです。じゃあ、タンパク質、逆にどれぐらい取りすぎるとダメなのかということになりますけれども、例えば体重1キロあたり 3.4g とか 4.4g とかで、調べた研究があるんですけれども、ほとんど問題はなかった。その文献によりますと、健康上の問題点は、全然なかったということが分かってます。普通に、体重1キロあたり 2g とか 2.5g ぐらいの常識的な範囲内であれば、まず問題はないということが言えると思われます。最近になってですね、腎臓病学会が、タンパク質に対する、レビューみたいなのを出したんですけれども、軽い腎臓病の人でも特にタンパク質の摂取に対して制限はしないということに、なっています。腎臓の悪い人でもそういうわけなんです。ですので、健康な人においてプロテインを飲みすぎたからといって、特に問題はないということが言えます。基本的にですね、若い人はプロテイン少なめでも効果があります。若い人はですね、プロテイン1回 20g で十分にタンパク質が合成されます。でもそれが年を取ってくるとですね、だんだん量が必要になるんですね。ある程度年を取った人たちの研究だと、 20g だとあんまり効果がなくて、 30g、40g って増やすとだんだん効果が高くなったというような報告がありますので、ある程度年齢がいってしまった人、40歳を超えたぐらいの人の場合は1回 40g ぐらい取った方がいいということになります。20代、30代は 20g、 40代以降は1回 40g と考えていただければと思います。もちろんトータルの量はですね、そんなに変えなくていいですので、ですから若い人は 20g を小分けに何回戻るで、40歳以上の人は1回 40g ぐらいちょっとまとめて取って、それを少なめの回数取るというようにすると、タンパク合成が効率的にいくかと思います。あとは男女の違いなんですけれども、基本的に男性の場合は多くのタンパク質が必要になります。ですので、プロテインをですね、1回 20g を小分けとか 40g を何回とかっていう感じになるんですけれども、女性の場合は1回に取る量もうちょっと少なめでも大丈夫です。1日にどれぐらいの量を取るかということがポイントになってきますので、女性の場合は普通に食事をしていて追加である程度のタンパク質の量があれば十分です。ここではプロテインでなくても例えば EA だけでも十分なんですね。ですのでトータルのタンパク質量が女性の場合ちょっと必要となる量が少なめで大丈夫ですので、女性の場合は食事プラストレーニング中に EA と、それだけでも十分タンパク質を取ることが可能になります。大抵ですね、トレーニングするとその後プロテイン飲んでというような感じの人が多いと思うんですけれども、トレーニングした時だけプロテインを飲めばいいかというと決してそんなことはないんですね。なぜかと言いますと、トレーニングが終わってから筋肉のタンパク質というのは36時間48時間以上タンパク質の合成が高まってます。つまりトレーニングが終わってから1日2日ぐらいずっとタンパク質の合成が高くなってる状態なんですね。ですのでトレーニングしてその次の日に食事をいい加減にしてしまいますと、せっかくタンパク質の合成が高まっているのにプロテインを飲まないでタンパク質の量が足りないとなると、うまく筋肉が作られないということになってしまいます。つまりトレーニングが無駄になってしまうんですね。トレーニングしない日、休んでいる時にこそ筋肉が作られる、筋肉が発達するということをしっかり頭に置いた上でトレーニングする日だけでなく、トレーニングした次の日、さらにその次の日もちゃんとプロテインを飲んでタンパク質をしっかり摂るようにしてください。できればプロテインだけでなく EAA を
取ることによってさらにタンパク合成高めることもできますので、起床直後ですとか食感とかにプロテインあるいは EA しっかり取るようにするとトレーニングの効果が持続して効率的に筋肉を作ることができます。